これまでの長州遺跡探訪は、幕末動乱の1864年元治元年、長州藩内では幕府に恭順する俗論派の尊王攘夷派に対する血の粛清が始まり、義憤に燃える高杉晋作は同年12月15日下関の鉱山寺にて挙兵。俗論派を打倒し藩政を倒幕へ統一するため、正義派を名乗り萩に向けて進軍を開始。軍資金と食料を得るため長州藩の出先機関萩藩新地会所を襲撃し、誰一人血を流すことなく作戦は遂行された。その噂を聞きつけ志願兵たちが集まり、正義派はさらに勢いを増していくのである。さあ、高杉晋作の次の狙いは長州藩の内抗戦。決死の長州男児たちの戦いが今始まるのである。おはようございます。長州遺跡探訪のナビゲーターを務めますマッキーです。いつもこちらのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日も幕末長州の歴史の旅に出かけましょう。それでは長州遺跡探訪。馬関を制圧した高杉晋作は、次に強力な武器兵器が必要だと考え、三田尻にある三田尻海軍局に目をつけます。長州藩の主力軍艦である被害丸、平身丸、甲身丸、この3艦を奪取しようと目論みます。はい、こちらが山口県防府市にある三田尻御船倉跡です。もはや当時の面影はございませんが、石垣だけは残されていて雰囲気を感じることはできます。毛利家が防長二州に押し込められた関ヶ原の戦いの直後の頃から外に開いた港で、この御船倉には藩主の御座船をはじめ、藩の船が繋がれ、周りには造船や船の修理に関わる技術者が住んでいたそうです。1863年、文久3年に、船倉から海軍局に名を変え、ここに軍艦、洋式蒸気船が入っていたそうです。おー、今では想像もつきませんね。高杉晋作は決死隊を各所帯から募り、少数精鋭部隊を編成します。各6人、3班18名の決死隊です。高杉晋作にとって海軍局は縁のある場所ですから、出張ります。小舟で乗り込み、遊撃隊士たちが海軍局の門を叩き、解消させます。高杉、お前が俺たちを殺す気か?と、かつて共に航海に出た同志、役人たちはたじろぎます。それはあんたらの返事次第だ。僕は俗論派を倒す。すでに馬鹿を占領した。馬鹿を、本当か?役人たちはどよめきます。ああ、本当だ。今頃は萩にもその報告は届いとろうよ。萩を攻撃するには軍艦が欲しい。じゃがあんたらの協力がなければ軍艦は動かん。もし協力せんちゅったら、あんたらと差し違えて死ぬまでよ。ええか、被害丸、平身丸、甲身丸の三艦とも俗論派が実権を握っちょるなら、いずれ幕府に没収される。なあ、どうせ幕府に取られるくらいなら僕にくれ。役人たちは、海軍局の局長やった松島さんも、俗論派の奴らに捕まってしもうた。あねえな弱腰な奴らに。やからわしらも悔しゅうてやれんのじゃ。ええじゃろう。幕府に船を取られるくらいなら沈めちゃろうかと思いよった。よし、決まりじゃ。幕府と俗論派の連中に一泡吹かしちゃろう。で、いつから動かすか。今からじゃ。今からすぐ僕らを乗せて馬関に回してくれ。小倉の幕軍がいつ海峡を押し渡ってくるかわからんからの。よし、ではすぐに出版の用意をしよう。しかし騎兵隊の山形や茜はあんたの挙兵に反対しとるみたいやが。気にすんな。今日明日にはあいつらも嫌おなしに立ち上がる。と、高杉晋作はにやりと笑うのでした。はい、長州遺跡探訪いかがでしたでしょうか。兄と慕った松島豪造が務めた海軍局、局長。かつての部下たちがその弟分の高杉晋作の味方をするのは当然ですね。
伊藤俊介。後の初代内閣総理大臣伊藤博文は晩年に、高杉さんが艦隊を率いて戻ってきた時は奇跡を見ているようだったと回想しています。かっこよすぎるやろやはりここでもドラマのようなチャンバラ活劇にはならず、スパイ映画のようなハラハラ感もなく、またもつまんねえと思う方はいらっしゃるかもしれません。いやー、長州藩が少しずつ一枚岩になっていってるということは素晴らしいことです。さあ、軍艦を手に入れた高杉晋作ら正義派を萩に向けて進軍します。まだまだ目が離せません。引き続きともに探訪してまいりましょう。面白かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の長州遺跡探訪でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。山本さん、高杉さんが馬鹿を占領、三田市にて軍艦を入手したそうです。そうか。